今回のビデオは iPhone 14と GoPro 4の比較動画になります。両方で撮影して差を見るものです。iPhone 14はチェストマウントで GoPro 4はちょんまげマウントです。まず最初は iPhone 14 Pro Max の映像です。皆さんこんにちは。爆発サザエです。今日2回目の iPhone での元ブログになります。前回お話ししたように4点指示にしたんで跳ねても多分それほど動かないんじゃないのかなっていう期待をしています。あと音声問題は GoPro と並行に撮影することで GoPro の音声だけ引っ張っちゃおうかなという考えで今日はやっております。なんかケーブルパタパタヘルメット叩いてますね。この音入っちゃってってやだな。どうしても音声難しいですね。音声が良ければ絵が悪いっていう、なんとも。ただ私 GoPro のブレブレの動画がいいのか、このブレがない iPhone の方がいいのか、なんか微妙な気持ちでおります。なんかあの GoPro のブレブレの方がですねスピード感があって落ち着いた雰囲気ではないですよね。どっちかっていうとこうバタバタしてる感じですね。そのバタバタ感はまさにバイク乗ってったそんな感じなんですけどね。そのバイクに乗らない人にこうバイクを紹介するという部分で元ブログの一人称画像ですね、それを作ってるわけなんでございますが、今走ってるのは前回のビデオと逆方向に走ってる感じですね。このようやっとマイクがいい場所へ来たかなと思って、またブレなし画像で悩んでるわけなんですけどもね。このところようやっと虫ネタとしてはあのライブをやらせていただいてます。ライブもちょっと心苦しい部分あるんですけどもね。なんかこう絵的に全然いけてない絵になっちゃってて、コメント付きでアーカイブで残す方がいいのか、それとももう一回ダウンロードして消しちゃって編集し直してもう一回再アップロードした方がいいのか、それもなんかこう悩むんですよね。もう一つ悩みとしてはですね、元ブログ全然労力すっごくかかってるんですけども、アクセスが少なくて、前回のこの iPhone 元ブログは30ですからね、30しんどいです。元ブログをね、やめちゃって全部虫にっていうのも、なんか自分的にはちょっとそうなれないところはあって、チャタテムシとバッテリー上がりがこう交互に襲ってきてるというそういう状況ですね。次は GoPro 14 Hero Silver Edition の映像です。皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日2回目の iPhone での元ブログになります。前回お話ししたように4点指示にしたんで跳ねても多分それほど動かないんじゃないのかなっていう期待をしています。あと音声問題は GoPro と並行に撮影することで GoPro の音声だけ引っ張っちゃおうかなという考えで今日はやっております。なんかケーブルパタパタヘルメット叩いてますね。この音入っちゃってってやだな。どうしても音声難しいですね。音声が良ければ絵が悪いっていう、なんとも。ただ私 GoPro のブレブレの動画がいいのか、このブレがない
iPhone の方がいいのか、なんか微妙な気持ちでおります。なんかあの GoPro のブレブレの方がですね、スピード感があって落ち着いた雰囲気ではないですよね。どっちかっていうとこうバタバタしてる感じですね。そのバタバタ感はまさにバイク乗ってったそんな感じなんですけどね。そのバイクに乗らない人にこうバイクを紹介するという部分で元ブログの一人称画像ですね、それを作ってるわけなんでございますが、今走ってるのは前回のビデオと逆方向に走ってる感じですね。このようやっとマイクがいい場所へ来たかなと思って、またブレなし画像で悩んでるわけなんですけどもね。このところようやっと虫ネタとしてはあのライブをやらせていただいてます。ライブもちょっと心苦しい部分あるんですけどもね、なんかこう絵的に全然いけてない絵になっちゃってて、コメント付きでアーカイブで残す方がいいのか、それとももう一回ダウンロードして消しちゃって編集し直してもう一回再アップロードした方がいいのか、それもなんかこう悩むんですよね。もう一つ悩みとしてはですね、元ブログ全然労力すっごくかかってるんですけども、アクセスが少なくて、前回のこの iPhone 元ブログは30ですからね、30しんどいです。元ブログをねやめちゃって全部虫にっていうのもなんか自分的にはちょっとそうなれないところがあって、チャタテムシとバッテリー上がりがこう交互に襲ってきてるという、そういう状況ですね。 iPhone14 と GoPro を4鍋で比較してみましょう。ちょんまげマウントとチェストマウントの位置の違いも注目ください。皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日2回目のiPhone での元ブログになります。前回お話したように4点指示にしたんで、跳ねても多分それほど動かないんじゃないのかなっていう期待をしています。あと音声問題は GoPro と並行に撮影することで GoPro の音声だけ引っ張っちゃおうかなという考えで今日はやっております。なんかケーブルパタパタヘルメット叩いてますね。この音入っちゃってってやだな。どうしても音声難しいですね。音声が良ければ絵が悪いっていう、なんとも。ただ私 GoPro のブレブレの動画がいいのか、このブレがない iPhone の方がいいのか、なんか微妙な気持ちでおります。なんかあの GoPro のブレブレの方がですね、スピード感があって落ち着いた雰囲気ではないですよね。どっちかっていうとこうバタバタしてる感じですね。そのバタバタ感はまさにバイク乗ってったそんな感じなんですけどね。そのバイクに乗らない人にこうバイクを紹介するという部分で元ブログの一人称画像ですね、それを作ってるわけなんでございますが、今走ってるのは前回のビデオと逆方向に走ってる感じですね。このようやっとマイクがいい場所へ来たかなと思って、またブレなし画像で悩んでるわけなんですけどもね。このところようやっと虫ネタとしてはあのライブをやらせていただいてます。ライブもちょっと心苦しい部分あるんですけどもね、なんかこう絵的に
全然行けてない絵になっちゃってて、コメント付きでアーカイブで残す方がいいのか、それとももう一回ダウンロードして消しちゃって編集し直してもう一回再アップロードした方がいいのか、それもなんかこう悩むんですよね。もう一つ悩みとしてはですね、元ブログ全然労力すっごくかかってるんですけども、アクセスが少なくて、前回のこの iPhone 元ブログは30ですからね、30しんどいです。元ブログをねやめちゃって全部無視にっていうのもなんか自分的にはちょっとそうなれないところがあって、チャタテムシとバッテリー上がりがこう交互に襲ってきてるという、そういう状況ですね。 iPhone14 と GoPro4 状況に合わせて交互に切り替える編集をしてみました。皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日2回目の iPhone での元ブログになります。前回お話したように4点指示にしたんで、跳ねても多分それほど動かないんじゃないのかなっていう期待をしています。あと音声問題は GoPro と並行に撮影することで GoPro の音声だけ引っ張っちゃおうかなという考えで今日はやっております。なんかケーブルパタパタヘルメット叩いてますね。この音入っちゃってってやだな。どうしても音声難しいですね。音声が良ければ絵が悪いっていう、なんとも。ただ私 GoPro のブレブレの動画がいいのか、このブレがない iPhone の方がいいのか、なんか微妙な気持ちでおります。なんかあの GoPro のブレブレの方がですね、スピード感があって落ち着いた雰囲気ではないですね。どっちかっていうとこうバタバタしてる感じですね。そのバタバタ感はまさにバイク乗ってったそんな感じなんですけどね。そのバイクに乗らない人にこうバイクを紹介するという部分で元ブログの一人称画像ですね、それを作ってるわけなんでございますが、今走ってるのは前回のビデオと逆方向に走ってる感じですね。このようやっとマイクがいい場所へ来たかなと思って、またブレなし画像で悩んでるわけなんですけどもね。このところようやっと虫ネタとしてはあのライブをやらせていただいてます。ライブもちょっと心苦しい部分あるんですけどもね、なんかこう絵的に全然いけてない絵になっちゃってて、コメント付きでアーカイブで残す方がいいのか、それとももう一回ダウンロードして消しちゃって編集し直してもう一回再アップロードした方がいいのか、それもなんかこう悩むんですよね。もう一つ悩みとしてはですね、元ブログ全然労力すっごくかかってるんですけども、アクセスが少なくて、前回のこの iPhone 元ブログは30ですからね、30しんどいです。元ブログをねやめちゃって全部無視にっていうのもなんか自分的にはちょっとそうなれないところがあって、チャタテムシとバッテリー上がりがこう交互に襲ってきてるという、そういう状況ですね。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんはどっちの映像の方が好きですか？コメント欄で教えてください。また次のビデオでお会いしましょう。
さよなら。同じ話を4回も聞いてくださってすみません。